危なー、もうちょっとで出かけるところでした。皆さんこんにちは、イーフットボールです。イーフットボールですじゃねえや、レッジゴンです。イーフットボール2022が8月下旬にイーフットボール2023へアップデートが決まりました。8月下旬ということはもう8月25でいいと思います。はい、もう考えないでいきましょう。ということで、見ていきたいと思うんですけど、本アップデートにて新規リーグの搭載、各国リーグの、昇格降格の反映および在籍情報の更新が行われます。新規リーグの搭載、あれか、メキシコか。ついにメキシコが来るという話かな。他ないよね、多分メキシコだと思うんですけど、そのあたりですかね。ゲーム内資産、各種データの引き継ぎについて、これ全てのデバイスが対象になってますので、アプリだけではありません。家庭用 PC も全て、引き継ぎされる情報出てます。 e フットボールコイン、 GP、ポイント、選手データ、監督データ、アチーブメント、ログインボーナス、各種アイテム、各種アイテムっていうのは指名契約権とかかな、その他各種設定、こちらが引き継ぎされるということで、まあほぼ確実にほとんどが引き継ぎされると見ていいんじゃないですかね。ただし以下については一部変更される場合があると。選手監督の在籍チーム表記もすでにね変わっていたりとかいろいろありますけど、さらに変わる変更を払える可能性はあります。選手カードデザイン、まあ、この辺はね、前回も紹介しましたが、ちょっと変更あるかもねという話で、ライセンス更新に伴う大規模メンテについて、ゲーム内資産の引き継ぎ処理を行う大規模メンテは11月に実施される予定。イフトボール2022で獲得したカードタイプ、スタンダードの選手については一部除き、本大規模メンテで、在籍写真が最新のものに更新されます。また、搭載されない一部の選手、まあ、未所属になったりとか、代表選ばれてないとかそういうのでしょうね。同等価値のアイテムに交換するなどの対応がされるそうです。上記は現時点での予定、詳細が決まったら改めてお知らせが来るそうです。はい、ということで、私ね、すでにもうね、イーフットボール2023は8月に来なければ10月というね、動画をね、もう作成しちゃって編集も終えましたあの動画ボツにしないといけなくなりましたが、いや早かったですね。まあアイテムも基本的には全て引き継ぎ、選手もまあ基本的には引き継ぎ、まあ言うことないでしょう。やっぱガチャはね、しっかり引いといてよかったですね。まあ、能力系がね、どんな感じになるのか、能力系はどうですかね。11月のメンテですかね。はい、とりあえずそこまでね、お休みというところです。はい、ということでアップデートのお知らせでした。この後はもうね、事前に動画撮っていた内容、なんかうまく編集して、追加でね、載せたいと思います。レジェンダリーの、予想とか、まあ、あとシーズン3のテーマとか、その辺について喋っていますので、興味ある方はこの後も見ていってください。噛み合ってないところは、動画先に撮ったからです。ということで、ご覧ください。はい、続いてシーズン3の話していきたいと思います。おそらくシーズン3は8月25日から始まるものと見ていいんじゃないでしょうか。毎回のように、まあ、このようなね、告知が、まあ、いつされるのか分かんないですけど、まあ、8月25までにはね、されるんじゃないかなというところです。はい、毎回シーズンの、テーマが設けられるんですけど、前回は、まあ、ヨーロッパリーグのハイライトシーンの選手などがピックアップされてみたいなねテーマでしたが、まあ、今回のテーマは新シーズンが始まりますので、新シーズン活躍してくれそうな選手がまあフィーチャーで出たりとか、そういう感じになってくるんじゃないかなという予想です。まあ、あとチームスタイルがアップしていたというのがね、シーズン2のテーマにはなっていましたが、今回はどんなテーマになっているのか、その辺も気にはなるところですね。あとはパックが出てきたりとかいろいろありましたよね。一応アップデートの内容でレジェンド監督はね、来なかったので、シーズン3に回される可能性があるのかなというところ、アチーブメントと複数のゲームプランの保存機能、タレントデザインのお任せ機能とかはありましたよね。ではモバイルの配信という内容でしたね。はい、こちらは8月25からという予想ではありますが、内容どうですかね。レジェンド監督と、あとはゲームプランの多分削除あたりは、後々追加されるんじゃないですかね。で、家庭用のフレマも、まあ、8月25日からとはなりそうにないですが、しばらくすると出てくるんじゃないかなっていう感じです。まあ、あとなんだろうな。まあ、4つのなんか新要素みたいな感じでなるとすると、ポジトレ、スキトレとか、まあ、週刊 FP の復活とか、まあ、そんなところですかね。新要素がね、出てくるとなると、こんなのが来るんじゃないかなという意見はぜひコメントで教えてください。まあ、確実にコープとか TP とかはないですよね。マスターリーグのオフライン系のモードも基本的にはないと思います。
はい、ということで、まあ、2週間ほどブレイク期間に入ります。で、復刻後のね、レジェンダリーも来てますけど、来週どうですかね。まあ、今週は、まあ、いろいろね、お盆休みとかね、コナミさん休みたかったんでしょう。復刻出しまして、何もね、爆が起こらないように、しっかりと休めるようにね、復刻を安定で出したのかもしれません。来週新ガチャ来るかもしれません。はい、今シーズンブレイクの期間は2週間なので、来週だけなんですよね。なので、まあ、来週も復刻出してくるっていうのは、今回のバルセロナ見ると可能性が高まります。で、新ガチャは普通に8月25から出した方が、まあタイミング的にはいいんですけどね。はい、復刻の候補というと、やはりまあシーズン2の期間で登場した選手よりは、それより前に来た選手となりそうなので、まあピルロまでのガチャが来るのかなって感じですけど、まあ欲しい選手は別にいないですよね。まあ取れなかったっていう方はあれですけど、どうせならこの中の選手をまとめてなんか獲得できるみたいな、そういうガチャにしてほしいですよね。6ガチャ18人ね、ボックスガチャに入れて、300人ぐらいに増やして、300人だともうちょっと入れないといけない、450ぐらい入れないといけないんだ。で、18人レジェンダリー入れてみたいな、そうすると獲得ね、逃した方が引いたりとかいろいろできるんじゃないでしょうか。はい、今のは完全な妄想です。まあ、来るとすれば復刻のね、可能性は、来週とりあえずシーズンブレイク1週だけなんで、もしかしたら5月26日みたいにね、レジェンダリーありませんでしたみたいなね、こともあり得るかもしれません。お気をつけください。はい、何がどうなるか分かりませんが、とりあえず8月25日まではのんびり過ごしていきましょうという話です。こちらのチャンネル e フットボール情報をいろいろ随時紹介しています。このように、まあ、定期的に予想動画撮ったりとか、選手の紹介したり、各イベント最新情報なども紹介しております。いろいろ動画漁ってください。チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。